ベルネの1830年頃の肖像画、ルイーズ・ベルネの肖像。ルーブル美術館所蔵。死の天使は、フランス新古典主義の画家オラース・ベルネが1851年に描いた絵画である。油彩。現在は、ロシア、サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館に所蔵されている。主題は死を司る天使によって昇天する女性である。人々に、 死の運命を告げる、告げし天使、あるいは死後の魂の導き手としての天使でよく知られているのは13世紀の黄金伝説に描かれた聖母マリアの生涯に登場する大天使ミカエルである。それによるとマリアが72歳の時にミカエルが現れてマリアの死を予告したと言われる。彼女が天使たちに導かれて天に昇ったのはその3日後であった。 死の天使は他にも、ガブリエル、サリエル、アズライルなどが知られている。死の天使が、西洋を絵画で描かれるようになったのは主に19世紀の、フランスあるいは、イギリスのラファエル前派一行で、権威あるいは王釜を持つ、黒子の天使として描かれている。一人の女性が、黒子の天使によって、ベッドから抱き起こされ、今まさに天に召されようとしている。 天使は一体の立派な翼を備えているが、フードを深くかぶっているためにその表情を見ることは、できない。女性は、天使とは、対照的に白い衣をまとっている。死を目前にした女性の瞳はうつろで、肌は、性気がすっかり失われており、右手の指は、彼女がこれから向かうであろう。天を指さし、もう一方の手の指は血をさしている。彼女の頭上には、 天から一筋の光が落ち、周囲を明るく照らし出している。ベッドのそばで祈りを捧げている男は、彼女の夫ないし父親であろう。画面奥には、家庭用の祭壇があり、その上に置かれた祈祷書とイコンが女性の信仰の厚さをうかがわせる。イコンに描かれているのは、聖母マリアである。聖母の心が七本の剣によって貫かれていることから、 7つの悲しみの聖母のイ魂であるとわかる。またイ魂には小さなランプが灯されている。ドラローシュの1846年の絵画、死の床にあるルイーズ・ベルネ。なんと美術館所蔵。本作品は画家の娘ルイーズ・ベルネの死を呂意するものと考えられている。ルイーズが当時のフランスのアカデミックを代表する人気画家。 ポール・ドラ・ローシュと結婚したのは1835年のことだった。ドラ・ローシュは美しさと聡明さを兼ね備えたルイーズを熱心に愛したが、結婚生活は10年後の1845年、彼女の早すぎる死によって終わりを告げる。ルイーズの死に立ち直れないほどの衝撃を受けた、ドラ・ローシュは死の床にあるルイーズ・ベルネを描いて泣き妻に捧げている。 1844年頃のベルネ。絵画を購入したクシレフ・ベズボロドコ。オラース・ベルネが本作品を描いたのはルイーズの死の6年後である。ベルネがこの作品をどのようなタイトルで読んだのかは知られていない。現在のタイトルは後から付けられたものであり、従って本作品が娘ルイーズの死の偶意であるという確証はない。有力な根拠としては、 白衣の女性の顔と女性の死を嘆く男の横顔がそれぞれルイーズと画家本人に似ていると指摘されていることが挙げられる。主題は感傷的であり画家のロマン主義的傾向を示している。当時のアカデミックな絵画である新古典主義は厳格さの中にロマン主義的な感傷を秘めていた。例えばそれはピエール・ナルシス・ゲランの絵画であり、 ドミニクアングルに指摘されるロマン主義的傾向であった。ベルネも、また新古典主義の画家として19世紀の様々な戦争題材とした戦争画を制作したが、画家の名声が最も高まった1830年代から1840年代以降、ベルネのスタイルはアカデミックからロマン主義へと変化した。ベルネがこの主題を取り上げたのもちょうどその頃である。本作品には、 ルイーズの死よりも早い1841年の日付を持つバリアントが存在しており、画家は同じ主題、構図の絵画、死の天使、あるいは乙女と死を描いている。本作品は1850年代後半に、ロシアの芸術家であり、美術コレクターでもあったニコライ・アレクサンドロビッチ、クシェレフ・ベズボロドコによって購入された。ベズボロドコの死後、死の天使を含むコレクションは、 サンクトペテルブルクの帝国美術アカデミーに寄贈され、絵画と彫刻からなる膨大なクシレフスカやギャラリーを形成した。その後、ソビエト時代の私有財産の国有化により、1922年に美術アカデミーからエルミタージュ美術館に移管されて、現在に至っている。ありがとうございます。